フリードリヒアドルフ・フォン・カルクロイトフリードリヒアドルフ・フォン・カルクロイト伯爵は、プロイセンの士官である。最終的に元帥まで昇進し、経ニフヒスベルク、ベルリンおよび、ブレスラウの総督となった。フリードリヒアドルフは、トレービッチュの領主であり、ザクセン・バイセンフェルス連隊の少佐として、ザクセン選定公領と、ポーランド王国に仕えたハンスエルンストフォン・カルクロイトと、 ビューローや出身の妻、シャルロッテ・アントーニエの息子として生まれた。カルクロイトは1748年3月22日以降、ベルリンにあった説教者ペローの寄宿学校で養育された。1752年1月25日、彼は主官候補生として、この絵軍団に入隊し、1753年7月15日には、騎兵順位に任命される。 そして1756年から1763年の戦役に参加し、ロボズイッツ、ロスバッハ、ソルンドルフ、ホッホキルヒとフライベルクで戦った。その間、1757年2月16日に、少尉に昇進すると1758年11月1日には、プロイセン公使・ハインリヒの高級副官となる。1762年10月29日の、 フライベルクの戦いで挙げた功績により、プロイセン国王フリードリヒ2世は彼を少佐に任じた。カルクロイとは、ハインリヒ公士の兄フリードリヒ2世に対する批判的な姿勢に同調しており、ハインリヒ公士の妻との関係を口実として1766年、東プロイセンに左遷される。後継の国王フリードリヒビルヘルム2世は1786年に彼を復帰させ、 首都に呼び戻すと白爵に除した。1787年のプロイセンのネーデルラント侵攻において、カルクロイトは熟練した指揮官であることを証明してみせた。そして1790年には、中将となる。カルクロイトは、フランス革命に行為を寄せ、第一次大仏大同盟戦争においては、オーストリアとの同盟に反対していた。それでも、対フランス戦役において、 召喚として、成功を収めた。1792年、彼は、ケレルマン中将との巧みな交渉を通じ、プロイセン軍公衛部隊を無事に撤退させる。続いて、マインツ後衛戦の指揮を取り、1793年7月2日には、同志の守備隊を降伏へ追い込んだ。名誉ある降伏を目指し、その条件は、フランソワ・イグナス、エボイ・ユドワレ巡承と、 協議されている。その後の数年、カルクロイトは崇拝していたナポレオンとの同盟を支持する。1806年の戦役において彼は第二予備軍団の指揮を託されたが、それを左遷とみなした。カルクロイトは戦争に同意せず、軍の指導部を批判し、最悪を予見していたのである。そして自身が予言していたイエーナ・アウエルシュタットの 戦いの敗北を大いに引き寄せたと批判されるほどの順法闘争を展開する。退却の途上、彼は今や自身の指揮下にある軍団の残存兵力を率いて、ハルツ山地を迂回しつつ北方へ向かったが、その指揮権をやがてプレンツラウで降伏する、ホーエンドへ行に譲渡しなくてはいけなかった。その間に、カルクロイトは東よび西プロイセンの指揮を託されている。 後に、ダンツヒ防衛戦の再害を振るったが、76日に及ぶ攻防の末、1807年5月24日に、要塞をルフェーブル元水へやむなく引き渡した。彼との間に、マインツと同条件で降伏の合意が成立し、カルクロイとアシキカの部隊と共に、東プロイ戦へ撤退することができた。続いて、フリートラントの戦いの後、 6月25日に彼は、ティルズイットで、休戦協定を結び、馬役に署名したが、7月12日には、その履行に極めて不利な追加条項が加わる。この交渉で、カルクロイトは、自身のナポレオヌへ崇拝に訴えかけ、彼に取り入った相手役、ベルティエ元帥に裏をかかれたのである。ダンツヒにおける勇敢な防戦に報い、カルクロイトは、元帥に昇進した。 それから1807年にケーニヒスベルクの、1809年にベルリンの、そして1812年にはブレスラウの総督に任じられた末、1814年にはベルリンで同職に再任される。後の解放戦争において何らかの役割を果たすことはなかった。カルクロイトはフリードリヒ大王の時代に属し、合理主義とフランス文化に好意を寄せ、 勃興するナショナリズムになじまなかった。そして講習を止まず、自身の意見を明瞭に公言した。彼には敵が多かったので、自身への評価は多岐にわたる。彼が最後に批判の対象としたのは悪い意味で、ドイツ的な心情を抱いた解放戦争の若者たちであった。ベルリンシェーネ・ベルククとカイザースラウターンのモアラウターン区にあるカルクロイト通りは、 彼の名にちなむ。カルクロイトは1767年3月13日、ハインリ飛行士に仕える助官であった、モーリエン男爵家出身のシャルロッテと結婚した。この夫婦は、娘のビルヘルミーネンに恵まれている。彼女は後に、リーグニッツの騎士学校で校長を務めた、シュラー・ブレンドルフ博、アウグスト・ビルヘルム・レオポルトを遺に嫁いだ。シャルロッテの没後、カルクロイトは商人。 そして、プロイセンの外交官であった、ヤーコプ・フリードリヒ・ホンロートとアントーニー・ビルヘルミーネ・ホンバルロートの娘で、バロネスのシャルロッテ・ヘンリエッテ・ゾフィー・ホンロートと1781年1月22日に再婚した。この夫婦は3人の子供を設けている。カルクロイとは、シュターンスドルフ南西墓地の英樹、記念墓地、エピファーニエン区の区画 1A に永民している。ありがとうございます。